残念ながら水島が10点出しましても追いつきません。まだ場内にどよめきが残っておりますが、日本の水島が登場いたします。フィナーレを飾りまして、日本の水島であります86中日カップ国際選抜体操競技大会新内登場。トカチェフ張り切りすぎましたね。だいぶ離れてましたね今は。そうですね、はい、大丈夫でしょうか。最後です。あの2回連続行くためにはギリギリ持つとですね、懸垂の勢いがありませんので。なるほど。ですから体ができるだけ離して持たないとダメなんですよ、はい、ね、今の離れすぎましたね、ですから狙っていった失敗だろうと思います。あの全日本でも同じ失敗やってましたね。そうですね、まあとにかく前で 9.90 が出ましたんでね、よし俺もという意気込みはあったんでしょうが、さあ後半頑張ってほしいですね。そうですね、締めてほしいですね、はい、新進のムーンサルト、はい、水島鉄棒が終わりました。途中トカチェフの連続のところで失敗をしてしまいましたが、これで全部の演技が終了したこと